皆さん、こんにちは、こんばんは、都市じいじです。川で油抜きした罠を天日干し後、藁でいぶし、さらに脱走でいぶしました。その後、罠バレしていた罠を4個回収し、いぶした罠と入れ替えました。さて、今夜、イノシシはどんな反応をするのか楽しみです。バレていた罠は回収後、油抜きのため川につけました。さつまいもの収穫時期までには、何とかリベンジしたいです。今日の動画はここまでじゃ。次回も新しい動画をアップするつもりです。チャンネルを登録して、新しい動画がアップロードされた際にはお知らせを受け取れるようにしてくれると、じいじは嬉しいのでよろしくお願いするのじゃ。ありがとうございました。